君の脳に直接届く妄想のプライムです。アパシー鳴神学園七不思議続きをやっていきます。危険な転校生であれですね、あのバッチに隠しカメラをセットして映像がちゃんと映ってるかってとこですね。おいどうだ、映像はちゃんと映ってるか。金沢と別れてから俺は大急ぎでレオの家に向かった。これから始まるショーを少しだって見逃したくなかったからな。ああ、あいつら学校の人でも礼儀正しいんだな。電車に乗っても誰も喋ることなく、椅子にも座らず立っている。えらい。3回も電車の中でおばあちゃんに褒められていたぜ。それに電車降りてからも、すれ違う人たちに丁寧に挨拶するんだ。あれじゃ誰だって奴らが悪い奴だなんて疑わないな。まったく、よく仕込まれているぜ。見るとレオのパソコンのモニターには、金沢の胸につけられたバッチ目線からの映像が、はっきりと映し出されていた。おい、この家だな。表札に松岡と書かれている。それなりに大きな家だが、格別豪邸というわけでもない。確かに、1年で7回も引っ越しているんだろうから、家にこだわっていられないんだろうな。玄関を通り抜け、廊下の映像が映し出された。と、誰かの影が映し出された。普通の家だね。おじさま、本日もお邪魔します。その影を見て、全員が声を揃えた。こいつだ。こいつこそが、松岡総次郎だ。やあ、君たち、今日も遊びに来てくれたんだね。ありがとう。ゆっくり楽しんでいってくださいね。なんか普通のお父さんっぽいな。思ったより若いんだな。遺伝子工学の王家とか言うから、俺はもっとじいちゃんなのかと思ったぜ。ああ、そうだな。意外と気さくな感じだな。でも天才ってのは案外そういうものかもしれないぞ。俺の言葉に、空も同じ意見だったようだ。確かに、その影の主は、まだ40そこそこのおっさんだった。確かに俺たちの親としては当たり前の年齢だったが、とても遺伝子工学とかいう学問が似合ってるようには思えなかった。お父さん、それじゃあ僕たちはいつものようにみんなで映画を見ますから。あ、応接室に用意してあるから、何かあったら声をかけるんだよ。そんな何気ない普通の親子のやりとりをして、松岡総次郎は映像からいなくなった。映像は廊下を抜け、ドアを開け、応接室を映し出した。モニターの中には、巨大なスクリーンが映し出された。普通の応接室には、なんとも不釣り合いな大きさのスクリーンだった。でっけえスクリーンだな。プロジェクターテレビだぜ、あれ。俺の家も買ってくんねえかな。空が、羨ましそうに口を尖らせた。どうやら、彼らは毎日家に帰ってくると、最初に映画を見るみたいだな。もっと何か特別なことをしてると思ったけれど、拍子抜けだな。戦争映画でも見るんじゃねえの？日本万歳ってさ。レオの言葉を空は茶化したけれど、レオはそれには答えず、じっとモニターに見入っていた。空も雰囲気を察したのか、それ以上は何も言わなかった。すぐに、モニターの中のスクリーンに映像が映し出された。が、それを見て俺たちは拍子抜けした。最初に呆れて声を出したのは空だった。あれ？何が始まるのかと思ったら、これアニメのバタミンじゃん。こいつら、まだこんなの見てんのかよって。俺も見てますけど。ああ、これってこの前の冬休みに公開した映画の特別版ね。へえ、もう DVD 発売してたんだ。俺チェックし忘れてたな。今度買わないとな。なんか有名なやつなんだね。ドラえもんみたいなことなのかな。とにかく見てみよう。彼らはこれを見ているんだから。レオに促され、とりあえずそのアニメ映画を見ることにした。と言っても、普通のアニメ映画だった。小学生の間で人気のテレビアニメで、その映画版だった。俺も何回か見たことがある。あ、やばいじゃん。なあ、なんか俺たちのしていることって馬鹿らしくないか。こうやって冷静に考えてみるとさ、進藤にも責任があると思う。つうか、悪いのは進藤だろ、やっぱ。何を思ったのか、突然空がそんなことを言い出した。ふざけんな空、俺のどこが悪い。ってもしかしたら、やっぱ俺が悪いのかな。なんか、俺もそんな気がしてきた。自分で自分が情けなくなってきた。俺、なんか自分が許せねえ。なんだ俺、なんか変なんだ。そのアニメは、バタミンって宇宙から来た正義のモンスターを使って、悪い連中をやっつける小学生の話なんだけれどさ。そいつらの言う悪いやつって、なんか俺のことみたいなんだよな。はっきりとは言わないんだけれど、なんとなく主人公の敵って俺なんだよ。俺、自分で自分を倒さなきゃいけない気がしてさ。まあ待てよ、ソラ。進藤も、自分が許せないって言ってるんだぞ。俺たちは何をするために集まっているのか考えろよ。俺たちは進藤を排除するために集まってるんだろうわ。あれ？なんか違うんじゃないか？
止めに入ったレオまでそんなことを言い始めた。次第にレオとスラの目つきまで変わり始めてさ。それまでにこやかに微笑んでいたのに、二人とも俺を刺すような鋭い目で睨むんだ。月曜まで待てないな。この場で排除してしまうべきだ。ああ、それがいい。どうせ遅かれ早かれ排除するんだ。俺たちの手で排除しちゃおうぜ。その方が世の中のためじゃないか。そう言いながら、レオとスラが俺に近づいてきた。でも俺もなぜか抵抗できなかった。それどころか、俺は自分で排除されることを望んでいるみたいだった。おかしな話だけれど、自分の中で排除されたい気持ちと、そうでない気持ちが激しく戦っていたんだ。俺自身が二つに分裂してしまいそうな気分だった。ああ、そうだな。いや、ちょっと待ってくれ。いや、待つな。俺を排除すべきだ。なぜだ？おい、俺は何を言ってんだよ。俺は、排除されたい、のか？おい、君たち、何やってるんだ？突然声がした。見ると、マットが立っていた。マット、よく来てくれた。一緒に振動を排除しよう。早い方がいい。はあ？レオ、君は自分が何を言ってるのか分かっているのか？マット、レオの言う通りだ。振動は邪魔なんだ。いない方が世の中のためなんだ。こいつこそが、実は宇宙から来た侵略者だったんだ。空まで何を言ってんだ。振動を助ける会が、いつの間に振動を排除する会に変わったんだ。振動、君何かしたのか？マット、俺は何もしてない。でも俺は排除された方がいい。いや、排除されたくない。いや、排除されたい。違う。いや、違わない。君たち、そんなことをして遊ぶ余裕ができたんなら、わざわざ僕が来るまでもなかったか。アニメ映画見て楽しんでるぐらいだもんな。マットもわけがわからない様子で唇を歪めていたよ。それは突然来て、この状況を見たら当然だよな。そうだマット、あの映画を見たら突然ムラムラと振動に対して怒りがこみ上げてきたんだ。振動を排除しなければならない気がしてきたんだ。あ、なんか目が戻ってるね。レオの言葉をマットは鼻の下をこすりながら聞いていた。なるほどな。僕の調べてきたことと照合すると大体のことは分かった。とりあえずみんなはあの映画を見るな。おいマット、今いいところなんだ。せめて映画が終わるまで待ってくれ。ソラ、そんなことを言ってると手遅れになるぞ。その映画はサブリミナル映像だ。サブリミナル？マットがまたわけのわからない言葉を言いやがった。でもレオとソラには伝わっているようだった。マジかよ、ふざけんな。これサブリミナル映像かよ。そうか、それでみんな洗脳されたのか。助かったよマット。とにかく休め。まだほとんど影響はないはずだ。サブリミナル効果を解くには、落ち着いて冷静に考え、正常な自分を取り戻すしかない。マットの指示に従い、一旦映像を消し、俺たちは横になり、何度か深呼吸した。次第に気持ちが落ち着いてきて、気分が楽になった。それでも、まだ心のどこかに自分を許せない気持ちが残っているようだった。見ると、レオとスラも落ち着いてきたようだった。目つきが普通に戻っている。なあ、そのサブリミナル映像って何なんだ？俺の質問に答えてくれたのはマットだった。サブリミナルとは潜在意識のことだ。サブリミナル映像とは視覚ではなく潜在意識に直接訴えかけてくる映像のことだ。マットの説明は難しい。相変わらずよくわからねえ説明だな。続きを聞け。こんな実験がある。50年代のアメリカの映画館で数千分の1秒の割合で映画のフィルムにコーラを飲め、ポップコーンを食べろというメッセージを挿入した。観客はもちろんそんなものを見せられている自覚はない。でも映画が終わった後、観客たちは売店に殺到し、コーラとポップコーンを買い漁ったんだ。早い話が、人間は視覚を通り越して脳に直接メッセージを叩き込まれれば、それを信じてしまうということさ。マットの例は俺にもなんとなく理解できた。だってあの映画を見た俺はなぜか自分が憎くなってきた。それはあのアニメ映画の中にそのサブリミナル映像とかいうやつで、振動を憎めとか、振動を排除しろとかいうメッセージが組み込まれていたってことだよな。でもその実験って嘘だったって話だろ。実際、サブリミナル効果は存在しないって証明されてるって聞いてるぜ。ソラの言葉だ。それにマットが答える。確かにそう言われているな。しかし、世界中でサブリミナル映像は禁止されている。なぜ安全なら世界中でサブリミナル映像を禁止する必要があるんだ。それに、今の君たちの取った行動はどう説明する？マットの言葉を後押ししたのはレオだった。そうだ、サブリミナル効果は影響ないという発表こそが捏造だったという意見も多いんだ。昔、日本のアニメはこのサブリミナル効果が多用されていたという噂もある。
実際いくつかのアニメにはその事実が発覚している。もちろんクリエイターたちが面白半分でやった一種のジョークとされている。日本のアニメが世界中で爆発的にヒットした理由に、このサブリミナル効果のせいではないかという説もある。そしてマットが最後に締めた。そうだ、ある流れに沿った映像に無関係のメッセージを肉眼では識別できないほどの割合で挿入すると、それを見た者を洗脳できるのさ。早い話、4年3組はサブリミナル映像で洗脳されているわけだ。マットの話にレオもすらもうなずいていた。なるほどね。おそらくあれだけの短期間で1クラスを思い通りに動かすには洗脳しかないと思っていたんだが、サブリミナル効果を利用していたとはね。僕としたことが見落としていたよ。ありがとうマット。ところで、なんでお前がいるんだ。マットは火曜日に俺たちの話を聞いて帰ったはずだ。それなのにどうしてここにいるんだ。俺は気になって素直に聞いてみた。なんだ進藤、僕がいたらおかしいのか。僕たちは友達だって言ったのは君の方なんだぞ。でもお前、あの時力にはなれないって言ってただろ。ああ、確かに言ったさ。確かにあの時点では情報量が少なすぎてとても力にはなれなかった。僕が君の力になるためにはそれなりの情報量を集め、確実な打開策を見つけなければならないからな。その上で無理なら僕はこの件から手を引くつもりだった。誰だって命は惜しいからな。ということは確実な打開策が見つかったのか。マットの言葉に空が目を輝かせた。確かにマットの言葉を借りれば、彼がここにいるということはそういうことだ。そうならこれほど力強いことはないだろう。いや、残念ながらまだ見つかっていない。しかし打開策を練るために必要な情報を集められたと思う。それにレオと空がいるんだ。僕たちで力を合わせればきっと松岡に勝てる。だから僕もここに来た。俺も俺の力もあるってばよ。ってばよ。場を和ませようと言ったのに俺の発言は無視された。それにしてもマットが戻ってきてくれたのは百人力だった。嫌味ばかりで冷たいやつだと思ったけど、言葉の一つ一つに重みがあるからやっぱ頼りになるんだよな。それじゃあマットが集めた情報を教えてくれよ。それで作戦を立てよう。嬉しそうに言葉を弾ませるレオをマットが制した。いや、その前にあの映像の続きを見よう。君たち、松岡邸に隠しカメラを仕込むとは予想以上の進展だ。さすが僕が見込んでいる連中だけのことはある。もうあの映画は終わってるはずだから見ても安全だと思う。僕も松岡邸の映像を見ることで一つの予測をさらなる確信にしておきたいからね。そして消していた映像のスイッチをつけた。サブリミナル効果とやらを含んだ映画はすでに終わっていた。4年3組の30人は何やらいくつかのグループに分かれてワイワイ話し合っているようだった。金沢支店の映像なので全体像はつかみにくかったが、それでも彼らの誰もが真剣に自分の意見を述べていた。話している内容は学校を良くするためには自分に何ができるかということだった。学校にゴミ箱の量を増やすべきだと思います。やはり先生方が見ていないところでも整理整頓を心がけなければなりません。それを行うためには常に美しい学校を維持する必要があるのではないでしょうか。頭の悪い俺でも納得できるような分かりやすくてかつ真面目に感動できる意見ばかりだった。なんかさ、こんな話を聞いてるとどっちが悪いやつかわからないな。4年3組は真面目に学校のことを考えているぜ。空がため息混じりに漏らした。確かにその通りだよな。4年3組がトップに立てば本当に学校は良くなるんじゃないかと思ったよ。ああ、彼らは本当に学校を良くしようと考えている。その気持ちに偽りはなさそうだ。しかしそのためには進藤だって排除する。もしそれで学校が良くなったとして、それは正しい方法なのか。マットはそう言うと、腕を組んだまま身じろぎもせず、モニターの中に彼らを睨みつけていた。確かにね。しかも、これは彼らの本当の考えじゃないんだよな。洗脳され、作り変えられた彼らの考えだ。指先一つで、彼らは殺人集団に早変わりする。おい、恐ろしいこと言うなよレオ。さすがにそんなことは。進藤、何を言ってるんだ。現に君は殺人集団の標的になっているんだろう。彼らは目的のためなら躊躇なく殺人だってやり遂げるよ。マット、松岡はそれだけのことをできる能力があると思う。だから僕たちで止めるしかないんだ。レオとマットのやりとりを聞いて空も黙ってしまった。確かにいつも一緒に野球やドッジを楽しんでいた仲間たちが殺人集団に変わるなんて言われても俺にはピンとこない。それどころかそんな話なんて信用するわけがない。
でも今の状態を見ているとそれがうなずけてしまう。俺たちはそんなことを考えながらモニターの映像を見続けた。グループディスカッションが終わると今度は別のグループに分かれて勉強を始めた。勉強のできる連中が指導して遅れている仲間の面倒を見るんだよな。しかも丁寧に分かりやすく理解できるまで根気よく何度も何度も教えている。学校の休み時間もこんな風景を何度か見たけれど、改めてこうしてモニター越しに見るとまた違った温かさが伝わってくる。先生と生徒の関係ではなく友達だからこそ可能な関係なんだと見ていてしみじみ伝わってくる。これじゃ下手な塾に行くよりもはるかに勉強ができるようになる。俺だってこんな環境で教えてもらったら成績が上がりそうに思えてくる。なんか楽しそうだよな。また空だった。でも誰もそれには反論しなかった。みんな彼らが楽しそうに見えたんだと思う。もし何も知らない人間がこの映像を見たら誰もが感動するに違いない。事情を知っている俺でさえ見ていて込み上げてくるものがあったぐらいだからな。あのさ、洗脳されても全員が勉強できるわけじゃないんだな。何気なく言った空の一言が俺には引っかかった。そうだ、金沢だ。金沢はお世辞にも勉強ができるとは言えなかった。俺と同レベル、いや科目によっては俺の方ができたように思う。なのにモニターに映し出されている映像はみんながモニターに向かって質問している。そしてモニターから教える声が聞こえてくる。これは金沢が教える側に立ってみんなを指導していることになる。そんなことねえよ。洗脳されると頭も良くなるんじゃねえか。金沢はバカだったけれど今は教える側になってるぜ。俺の言葉に答えてくれたのはマットだった。確かに勉強のできないものができるようにはなる。ただし全員が同じ能力ではないから、同様の洗脳を施された場合、突然勉強のできなかったものがトップに立つようなことはまずありえない。そもそも人間には遺伝子が。そうか、なるほどね。進藤、その金沢ってやつはそれほど勉強はできなかったのか。ああ、俺よりかなりバカだったかな。ちょっとだけ嘘をついてみた。でもあんまり間違ってないよな。科目によっては俺の方が点数良かったもんな。それで、今モニター越しに教えているのが金沢だな。ああそうだ、絶対にあいつが人に勉強を教えるような真似ができるわけねえよ。俺の話を聞きながら、マットはずっと鼻の下を薬指でこすっていた。なるほどね。みんな、松岡総二郎の目的が見えてきた。まず間違いない。あの天才は、とんでもないことをしようとしている。マットが口元だけで笑っていた。目は真剣にモニターに食いつきながら、口元だけ自信たっぷりに笑っていたのさ。本当か？空が身を乗り出した。ああ、とにかくこの映像を最後まで見よう。話はそれからでも遅くない。チェ、気を持たせるなよ、まったく。マットの態度に空が毒づいた。確かに俺も気になる。松岡総二郎は一体、4年3組に何をさせたいんだよ。勉強は8時過ぎまで続き、それが終わってから全員が整列した。そして、モニターには松岡いぶきが映し出された。まるでそのアングルは、テレビで政治家の演説を見ているようだったぜ。諸君、我が最愛の同志である諸君。松岡の言葉に全員が答えた。親愛なる松岡閣下。ふふふ、閣下。楽にして聞いてくれたまえ。いよいよ、我々の共通の敵である、新藤大成を排除する儀式の日が近づいてきた。この日、全員が、新藤大成の排除に手を下さなければならない。了解しております、閣下。俺の名前が出てきやがった。まったく嫌な気分だぜ。排除の儀を行えば、我々はより一つの意志を持ち、強い結束で結ばれるであろう。はい、閣下。聞いてらんないね。まるで独裁者気取りだ。空が彼らのやりとりを茶化した。気取りじゃない、独裁者そのものだ。マットに言われ、空が姿勢を正した。そして、それを見届けて、僕はこの学校を去る。松岡の力強い言葉だった。やっぱりだ。レオの言う通り、松岡は俺を排除したら、すぐに学校を転校するつもりなんだ。嫌であります、閣下。悲しむな諸君、我々は兄弟だ。同じ目的のために団結した兄弟だ。目的の日が来れば、また我々は一つになれるのだ。僕は偉大なる目的のために次の学校に赴き、準備を遂行しなければならない。それまでは、金沢中将の指示に従い、決起の日を待て。じゃあ金沢がトップになるってことか。よろしくお願いします、金沢中将。お任せください、松岡閣下。そして映像が動き出した。映像は松岡の元に向かってゆっくりと歩いていっている。今度は
金沢の演説が始まるのかもしれない。その時だった。突然松岡の顔がモニターにドアップになったんだ。ん？なんだこれは。松岡の声だった。やばい、バレたぞレオ。あ、やばい。スラが叫ぶと同時に映像は途切れた。どうやら赤い星バッジに仕込んだ小型カメラが見つかってしまったようだ。ああ、最後まで見たかったのにな。スラが悔しそうに舌打ちした。なんでバレたんだろうね。